ガンモドキはい、どうもネビルです。みんなやっとプレイヤーランク100いったよいやー、約2年かかりましたね。うん、これどうなんだろうね。遅いのかな早いのか全然わかんないんだけれども、ようやくですね。はい、ありがとうございます。もうね、ちょうど100いった時がね、めちゃくちゃテンション上がったので、まあそれね、また動画で出すのでね、ぜひ見てください。結構気になるんだけど、みんなどれくらいやって、今どれくらいのプレイヤーランクなの？なんかさ、今半年やってこれぐらいですが、なんかあったら教えて。うん、さあ、ということで今回は4月の後半もめちゃめちゃ暑いよっていう話をねしていきます。暑いよ。まあね、結構今1月末の超フェスからねダラダラと来て、ちょっとバウンティー熱が落ちちゃったみたいな人いるんじゃないですか。はっは、まだ来るよ、大丈夫。4月後半からとんでもないのが来るので、ちょっと見ていきましょうか。去年の話です。まずね、4月の14日に去年のねツイッターがね20万人いったぞということでダイヤ配布があったんですよ。今82万人おりますから、1年でなんと60万人伸びてます、このバウンティーラッシュのツイッターはっは、えぐ。はい、まあそれはさておきね、ちょっと見ていきましょう。昨日の動画でもお伝えたんですけれども、新しいドレスローザのね工場が来週あたりに来るかと思います。おそらく4月13日頃ですね。まあ僕的にはね、ケリー&ボビーファンク兄弟を博打的に予想してます。まあ、来なかったらね、まあ、こんなケチなね、ダイヤケチな僕がガチャ一回だけ引いてやるよ、もう。オッケーオッケー。でも大丈夫。おそらくその前にハッピースプリングプレゼントでダイヤ配布があるから、おそらく30個配布があると思います。さあ、そこからなんですよ、問題は。去年はですね、4月の20日から、ゴールデンキャンペーンが1ヶ月にわたり始まっております。これね、全部で第4弾まであったんですよ。今年はおそらく2週間後ぐらいに来ると思います。さあ、ちょっと見ていこうか。まず、第1弾なんですけれども、はい、こちら。去年はね、当時結構強かったレイリーとかドフィーなどのフェス券がね、ピックアップされたガチャが出ておりますね。最初ね、20個とか30個でね、引けたりとかするので、まあまあお得ですね、これはね。で、後半はね、ステップ3、4、5でクリスタルのかけらがもらえたりするのでね。まあなかなか熱いガチャにはなってるんだけど、まあ基本するかな。まあそれよりかは、やっぱりログインボーナスとか、イベントのね、ダイヤ配布、そしてね、デイリー報酬が、クリスタルのかけらが出たりとね、結構豪華だったのよ。はい、そのあたりが結構大きいですよね。そして、星4確定の無料10連ガチャ。はい、これはめちゃめちゃありがたいですね。いや、普段からさ、ガチャを我慢してると、何でもいいからガチャ引きたくなるのよ。いや、コメントでもね、全く同じ気持ちの人がいて嬉しかったんだけど、いや、わかる？このガチャ金してたらね、もう何でもいいから引きたいのは、当てるとかどうでもいいから、とりあえずガチャ引きたいみたいなね。はい、この欲求を抑えるためのもう薬です、これは。はい、運営さん、ありがとう。そして第2弾なんですけれども、鬼ヶ島マルフィ、フランキーなどのピックアップガチャに加えて、配布キャラのね、ワイパーが登場しております。懐かしいよね、ワイパー。うん、この子ね。まあまあ、環境としてね、使えたもんじゃないキャラクターではあるんですけれども、みんなね、この配布キャラって基本弱いじゃないですか。環境で使えないからもういいやみたいなね、はい、感じで思ってる方、いやいやいや、もうこの配布キャラの良さを分かってない、別にいらねえよって話じゃないのよ。これね、配布キャラってサポートでめちゃくちゃ使えるのね、特に初心者の方。はい、なぜかというと、もうすぐ星さんのキャラで、かけらもバンバン配布してくるから、すぐ、100レベルにできちゃうし、普通のね星4に比べてもこれ体力とか攻撃力上げやすくなってますからね。うん、オバブしやすくなってるので、サポートにも入れやすいんですよね。すごく3つ揃えてあげよう。はい、なのでね、今回ももし配布キャラが来たとしても、しっかりと育てて、サポートにね入れてあげてください。特にね、このワイパーとかまだタグが少ないんですが、たまにこう麦わらの一味とかがね配布で来るわけですよ。例えばね、レッドルフィーの時とかも配布でしたし、あとチョッパーとかも配布でね、来たこともありますけれども、あのあたりが来たらもう最高なんだよ、配布としては。はい、ということでね、サポートとして強化をしていきましょう。そして3段目なんですけれども、ジャッククイーンのピックアップガチャが来てます。これもね、よかったよね。ログボとかね、ログインボーナスとか金塊ボーナス、これもダイヤがめちゃくちゃ配布をされました。で、問題はやっぱその後なんですよね。はい、そこから何につながるかというと、5月5日、はい、ルフィの誕生日。はい、これはね、またね、もうボリュームが大きいので、別途考察をするんですけれども、去年は
ユメルフィが復刻で来てます。これね、ダイヤの確定数が確か当時出た時と一緒で4250個だったのよ。いやいや、まだ闇ルフィなんかいみたいなね、声でバーってなりましたけれども、さあ今回は何が来るのかってとこですね。僕的にはもう新キャラが来るんじゃないかなと思っておりまして、まあユメルフィはね、もう一回復刻するってことはないんじゃないかなと、はい、思っております。そしてその後に、ファイナルと、を進んでいくわけなんですけれども、ファイナル、はい、ダイヤ配布がまず50個、ドーカーン!そしてヤマトの復刻、バチコーン!熱いね。熱かったな、この時は。いや、これだけじゃなくて、何がめちゃくちゃ熱かったかっていうと、ちょっとね、課金はするんだけども、980円で星4キャラが10体手に入る神ガチャが出てきたんですよね。はい、これが何より熱かった。もう正直ね、サポート揃ってない人にとっては、こういったものはね、もうめちゃくちゃ神ガチャなんですよ。何が出ようが全然いいみたいなね。ヤバくらいだって10体だよ。10体全部星4だから、1体100円だよ。1体100円、100円ポロンって、ね、ガチャとかするじゃん、リアルなガチャとかね。あれ100円ポロンって入れたら星4キャラバチコンで出てくるわけですから、もう最高だよね、これ。はい、ということでですね、4月の後半から始まるゴールデンキャンペーンが1弾、2弾、3弾、4弾と続いて、ダイヤ配布もバチコンとあるし、配布キャラでもうサポート的にね、優秀なキャラもバチコンとくるし、さらに復刻の嵐、そして最後には神ガチャ、みたいなね。はい、こんな最高の流れだったんですよ。いやー、今回もね、おそらくゴールデンキャンペーン自体はやってくるとは思うんですけれども、第何弾まであるか、まだまだ不明なところです。ただ、このバウンティーラッシュ、もう年々ダイヤ配布がもうバチバチ増加してることもあって、去年よりも僕は大きいね、増大なダイヤ配布があるんじゃないかなと思っております。はい、あと2週間後というところなので、またね、時期が迫ったら何が来るのかっていうところを皆さんと一緒に考察していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今回はヤマトを使っていきたいと思います。よろしくお願いします。ヤマトはもう本当に見ないですね。はい、最近はもう、全然見ないんだけれども、悲しいんだけれども、わかる。うん、きついよ。うん、きつい。うん、だって、まあ、ね、相手にシャンクスとか一人いたらもう無理だし、やっぱりその、緑属性がいないもんね、相手に。はい。まあ今もそうじゃん。だって、何?今、色が変わったゾロぐらいじゃない?はい。ということでね、なんかやっぱ色だよね、結構ね。色の問題結構でかいかなと思うんだけれども、さあ、ここは、もうね、なんか、早くカウンター使っちゃいたいなと思うんだけど、おいしゃいイエーイおっしゃあ、来たシャンクスは嫌シャンクスは嫌だから、おい、すごいぶっ飛ぶじゃん。シャンクス嫌だからもう、ちょっと、あ、ここは抜きといたいね。うん、ここは抜きおきたいですけれども、はい、バチコン打っといて、さあ、お、なんかすごい倒してくれてる。味方さんがすごい倒してくれて、カイドウさんがドンマイつってる。カイドウさんはドンマイっていう人柄じゃないからダメよ、ドンマイ使ったら、カイドウ使ってる人。はい。で、トレーボルとか使ってる人はいいけど、ちょっと、待って、こっち、全然わからん、どういうこと任せろって言った人とは戦いません。はい、あっち行きます。はい、ここでまずバチコンといたらなんか当たる。で、あ、しけた、しけた。無駄回避した、しけた。あ、無駄回避した。オッケーオッケー。大丈夫です。さあ、あっちから何が来るんでしょうか。はい、オリンティンですね。オリンティン。はい、ここだ。おぉ。あ、オッケー。ちょっと待って。無理。オッケー。危ない。九死に一生得た。九死に一生得ますね。さあ、わ、もうちょっと。あ、はい、シャンクス。はい、まあ、はい、はい。もう、オッケー。ナイス、ナイス。カイドウがやってくれた。カイドウが相手してくれてる。さあ、ここは、わ、バチコン打っといて。あ、もう、なるほどね。うん。一旦、まあ、ここらで、うん、いいんじゃないかな。もう、もう頑張ったっしょ。はい。おい、こっち打たないんかい、メーザー砲。はい、あ、オッケーオッケーオッケー。やばいぞ、全滅してる。全滅してるけど、これ、全然いけます、まだ。あと一回ブースト来るかな。無理か。無理だけど、大丈夫、大丈夫。これ、オリンだから、最後、ブザビできるかね。はい、抜きましょう、抜きましょう。まだこれ、そこら肌抜かれてなければ全然大丈夫。はい、言っといて、言っといて。さあ、ここで、メーザーフィーンが。オッケー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 。で、これいけるね、全然いける、全然いける。全然いけますね。さあ、みんなでここ行こう。よし、ここ行こう、ここ行こう、ここ行こう、ここでバチコン、ここだ
うわ、チコ打っといてからの、はい、抜き抜きして、抜き抜きして、抜き抜きして、で、もう一回、よし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 オッケー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 。で、僕はここで待機しつつ、あー、ばば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 待機しておいて、からのフルゴリッチ。はい、フルゴリッチしとけばもう大丈夫だから。オッケーオッケー。危なかったね。はい。ナイス、味方さん、ありがとうございます。ここゴールデン、ファイナルゴールデン、ガチャガチャゴールデン、ガチャガチャチャンネル登録してね、チャンネル登録。